日本女子大学の吉崎です。特別試験休止定校のアドバイザーは通常一人でやってるんですが、今回は明治大学の准教授の岸先生にも入っていただきまして、アドバイザー育成ということも兼ねてということで二人でやっております。初めての体制でございます。簡単にコメントをさせていただきます。これ通常私がずっと言ってきたんですが、 ICT 活用の3段階ということで、第1段階とにかく ICT を授業に使っていく段階、第2段階どういう授業場面でどのように ICT を効果的に使うかを考える段階、第3段階どういう子どもにどのように ICT を使うかを考える段階、まあこういうふうに私なりに3段階を考えております。で、本校の場合ですが、中台中学校の場合、昨年の7月までの ICT 活用の実態は第1段階、とにかく授業で ICT を活用する段階にとどまっていました。それが8月以降、第2段階、授業場面に応じて ICT を有効に活用する段階に達しています。なお、ここでいう授業場面というのは、導入展開まとめという学習場面と、個別グループ一斉学習という学習形態、2つの視点の組み合わせを意味しています。つまりこのように ICT 活用の視点を明確にしてどのように使うのかということでございます。図にしますとこういう形になります。このようにですね、導入展開まとめと一斉グループ、まあ、共同と言ってもいいんですが、個別というもののこのそれぞれの、まあ、9つのセルがあるわけですが、ここに ICT をどう使うのかという手立てを整理していくと、この中にICT の手立てを整理していただきたいということで、本日配布された資料が多分その一部をずっと整理したものが今日紙の方で配られたと思います。このように 1A から 3B になり 2B になり 1C で終わるとか、まあ、いろんな形で授業は進むと思うんですが、とりあえずそのいろんなやった実践の記録をもうまとめていくというのが大事な作業だと思っております。本校もこれを目指してやっていただいております。さらにアドバイス規定というのは、まあ、この組み合わせをやっていただいたんですが、本校の場合特にこのパンフレットにありますように、導入段階において教師が一斉学習で ICT を活用する場合と生徒が一斉学習で ICT を活用する場合、導入段階ですが、この導入場面が2通りの活用法が提案されました。この点は研究の発展が非常に認められたというふうに私は評価しております。今後のことなんですが、本校の最も重要な点は、この教科センター方式の校舎が本格的に今年度からスタートしまして、今新校舎に移っているわけですが、 ICT をどのように活用したらよいのかという実践レベルに入ったという、本当の意味での本丸に入った段階でございます。ここで大事な点は、教科特有の ICT 活用と教科共通の ICT の活用という視点を2つ目の視点として導入する必要があるということであります。そのためにはそれぞれの教科、今いろんなことを紹介されましたけど、それぞれの教科での ICT 活用をますます充実させるとともに、教科別の ICT 活用マトリックス表と、これは国語数学、まあ、様々なのが紹介されましたけど、それから教科横断型の ICT 活用マトリックスを作る必要があるということであります。これをですね、先ほどのようなところのですね、このような表の中に教科別と教科横断的なものを作っていくということが次の仕事になると思います。で、さらに、板橋の場合にも板橋事業方式ということで、アクティブラーニングを非常に意識した事業を作りを進めておりますので、今言われております3つの学び、深い学び、問題の発見と解決に向けての学び、主体的な学び、見通しを持って主体的に知識技能を習得するとともに自らの考えを持つ学び、共同的な学び、他者との共同を通じて自分や他者の考えを広げ深める学び、アクティブラーニングはこの3つの学びをいかに統合するかという点にあると思いますので、この点を意識しながら、観点別の整理状況が、中教審から出ましたので、その狙う能力とこの3つの学びがどんな関連の中で ICT でやれるか、これをですね、一応重要なところ
二重丸入れておりますが、こういう表の中に、本校の実践が位置づけられればいいなと。これが板橋、さらには東京、全国の研究の一つのモデルになるのではないかというふうに思っておりますので、大いに期待しております。以上でございます。